きます。3、2、1。どうもジャジャです。まあいろんなこともね、いろいろございますけども、スーツができました。できましたね、ストーリー&ザ・スタディさんで。あれは何ヶ月前やったんですかね。そんな1ヶ月前にオーダーしたあのスーツがついに完成したと。なんかこう、これを見てる方はね、一気に見れるわけですからね、うん、あ、そうよ。我々は実は待ってたっていう、なんかこう、うん、なんかあれみたいね、うん、ビューティーコロシアムみたいね。あ、なるほど、うん、ビューティーコロシアム、ビューティーコロシアム、ビフォーアフターみたいな。そう、ビューティーコロシアム知らん。ビューティーコロシアム、ちゃんと見たことないですね。あ、うん、ちょっと待たなあかんねん。そうそうそう、まずね。でも僕見てる側は一気に見れるから。なるほどね。そう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 。覚えてる、どんなスーツ作ったか。覚えてるよ。さっきなんかあのどんなスーツ作ったか説明するときにカメムシ色って言ったら玉虫色やずっとカメムシ色なんかないから。俺いろんな人に見てる。いやカメムシ色ではないねんけど、カメムシ色みたいな響きやったの。玉虫ってのは俺の中であんまりなくて、カメムシっていろんな色あるから、玉虫色やから。ちょっと楽しみです。もう出来上がってるです。出来上がってるですあ、どうも。じゃあ、もう出来上がったということで、はい、こうやってほんまニューヨークの嶋佐くんに違うニューヨークの嶋佐じゃないよ。後輩もさ、え、ちゃうの。違うよ、ニューヨークの嶋佐じゃないよ。え、ちゃうの。副業こんなガッチリやってないでしょ。違う違う違う、すみません、ごめんなさい、すみません、行こうよ。はい、こちらです。いや、楽しみやな、はい、これ どうやってじゃあお披露目する。ちょっとまあどうする、来て出てくるのか、はい、ぽいぽいぽい、どうしましょう。漫才師っぽい。いや、それは普通着るよね。来て出てくるよな、普通は、うん、普通は、うん、であの音だけ。でもシャツとか、シャツも、はい、そっか、あります。じゃあ一発、じゃあ脳体状態で見せるっていう形になるよね。多分ネクタイとかはまた後で決める感じでした。あ、すごい、これはちょっとチラッと見えてるけど、うん、じゃあもう着替えましょうか。はい、うんうんうん、すごい、はい、ちょっと待っといてね。漫才しっかりですね。高級感ある。ちょっと待っといてね。あ、そうですね、はい、今足元行ってます。はい、まあ、大体こういうのはフルで着替えてから出るけどとりあえず上下のスーツだけを。上下のスーツ、下はスリッパやし中は試し中は試し用のシャツです。とりあえず、とりあえず行きます。で新しい自分になったから、うん、周りの人が全員知らん人に感じたって人見知りしてきたそれぐらいの効果があるとこの色、色、この伝わるかな、これカメラじゃ伝わらんかな、この玉虫色。そうっす、キラキラしてるの実はこれなんなん、これ緑にも見えるし画面上もしかしたら普通かも、うん、すごい、これすごいな照明がだったらボタンも選んだやつね、キラキラすると思う、うん、近くで見てほしいな、これ。綺麗よ。絶対これで完璧に揃えてくるんだけど。シャツもこれ実はお試しなんですね。お試しシャツです。そうそうそう。これ本来は白いシャツの方がいい。ブルーでもない。ブルーでも大丈夫。大丈夫なんですか。これだからさ、このネクタイとかどうすんの。ちょっとネクタイもさしてもらっていいですか。いやー。生地もええわすごいわ、軽いわ。前のがやっぱちょっと動きにくい、柔らかい、めっちゃ裏地に合わせてというか、あ、僕はボルド、ボルド、はい、例えばですけどね、はいはい、あ、テーマカラー一応テーマカラーが赤でいらっしゃる。青の。
青、赤は絶対合うと思う。あ、ほんまですか。はい、綺麗です。ちょっと広げていいですか。あ、どうぞ、はい、どうぞ。こういうのってほんまに難しいですよね。そうですね、ちょっとね、もう言われたやつにしますほんまですよ、うん、どう？いいっすね。あ、青赤ネクタイやと漫才しすぎる。ちょっと一回漫才師のコスプレしてるみたいになる結局慣れやねんけどな。卵でも合いますかね、これで。はい、キムラもいいですか。別々の方ですね。別の方全く分からん見え方、確かにな。漫才師っぽすぎる、まあ、全然悪くないですか、ね、悪くない、うん、確かにな。どっちも青やったらちょっと地味な感じはあるな、はい、うん、どっちも赤やったらどうなる。すごい色が全然違う。この画面では分からんのかな。ちょっとモニター見してくれへん。ああ伝わらんか、うん、あ伝わってないかも鉄様さん意識してるっていうのはうっすらネクタイします。そうやね、その不安もあるね正直あんまりネクタイ苦手ない、うん、持たれた方なんだよね。はい、まあなんかそれはそれで全然。あ、ありました。あ、ありがとうございます。ちなみにこれって納体はあんまり微妙ですか？大したこと。納体上、あの、チーフ入れて。あ、メイク、でもチーフね。赤チーフね、それで。例えば赤ネクタイにして。とりあえず、あ、同じネクタイ揃う。別に何がトラウマがあったとかじゃないんですけど、ネクタイがなぜか。俺が昔ネタ合わせて首絞めたからな。俺なんか一時期気を飛んでる時あるんだけど、それってもしかするのかな。コロモはコンビか。まあぽいよな。いいですね。ぽいぽい。あ、そうやな。普通に考えたらやっぱ全く同じ、全く同じでいいか。ほうがええわな。え、このそうやな。もうこれ分からへんよ。これでいいです。これはこれでなんか、うん、やっぱこれはなんかそうやな。で、まあ、ここに赤入れたら、あ、そっか、ちょっと赤入れさせてもらおう。赤はないか。俺今パンツ赤いから脱いでぶち込もうかちょっと入れてみようか。ちょっとイメージだけ。せやな、それがちょっと大きいもんな。イメージ湧きにくいか。風呂敷ぐらいの大きさ。じゃあ前歯赤く塗っといた。そこの頭だけ。
これそれほんまにやるから天然やから天然とかちゃうよそうですね、うん、どちらもいいかもな、うん、水泳分は外して違う、うんうん、まあこれか、うん、こうやって靴くるやろか、はい、知らんけど、ね、どっちなの靴って何色ですか普通 茶色ですね茶色あ茶色、はい茶色い革靴かな茶色と俺一緒や茶色まめ、うん、かっこいいですよねまったくお揃い衣装でも一個だけ懸念するのはもし漫才師あるあるなんですけどあのシャツを忘れることがたまにあるんですよとか買い替えるときに、はい同じ水色見つかるから不安はたまに白やと忘れてもコンビニで買えたりするんです、はいはい、白でも問題は白でも問題ですあ白の方が赤は入ると思いますあ、なるほど、はい、白の方が少しブルーになって、うん、もし白シャツやった場合靴はやっぱり茶茶で大丈夫ですあ、茶です黒だとちょっと重いですね多分この、うん、なるほど、はい、なるほどうっすら黒ベージュになってまうしな、うん、じゃあベルトも茶そうです、はい、白シャツって着れるやつってあるんですかはいちょっと着させてもらっていいですか、はい、すみませんちょっとじゃあ着させてもらおう一旦じゃあ分かんない分かんないこんなに分かんないきづらそうですね。生地な分厚いね。なんでここでいろいろネクタイとかやらなかったの？どうなるのここで。ありがとう。すごい色やん。これ赤。これ赤やん。画面上は？あー、うん、茶かそうですねよう見たらやほんまにすごい綺麗、うん、すごいカメムシだインシャリって赤ネクタイやったっけ赤ですね全くお揃い衣装って誰おるっけ銀シャリー銀シャリー全くお揃い同じようやけどちょっと変えてる人が多いんかな、うん、全く一緒パッと出んのやなあ笑い飯さえ全然違う衣装のイメージあんまないってことねトットあ、トットなあ全く一緒だっけ緑や緑ネクタイも一緒ですねあ、ネクタイも一緒あ、うん、少ないな、うん、ちょっと前のキングコングさん一緒やったキングコングさんかちょっと前恐れた気
気する。おソロのイメージあるな、キンコングさん。確かに今ちゃうんかな、今のおソロ NGK の時だけおソロかな。ほんまにそれぐらいかもしれないですね。そうやな、ちょっとやっぱみんな変えるんやな。奥さんといつもペアルックやったっけ。ペアルックじゃないです。あ、違う、はい、俺の両親そう、うん、昔の写真時代もあるよ、それ。全部ペアルック全てペアルックほんまにしてみられるかもしれない。ありがとうございます。すいません、すいません、白でちょっと見させていただきます。はい、ありがとうございます。すいません、あ、そこあんの、はいはい、あ、ありがとう。分からん。どう、さっきと比べて。目がバカなんでいいな。さっきと比べてどう。どうですか、さっきと比べて。ネクタイがとても映えますね。全体の印象としてはどうですか。白がいいか、水色がいいか。僕も白の方に、こっちの方が笑いやすい。こっちの方が笑いやすい。あ、そうです。意外に変わるんですよね、スーツの受けも。なんか漫才師出てきたっていう感じ。NGK とかっていいかもしれない。これはでも意外にちゃんとした綺麗な衣装が気がするな、うん、いいんじゃないこれ。はい、白の方がいいかなと思うんですけどね。駅員さんっぽくない。あ、言われてみたら。あ、阪急電車かな、駅員さん。これなんか帽子とかぶって、はい、阪急電車でこうやっちゃうかね。こんな色やで。俺でも阪急電車愛用してるから。愛用してたから。いいや、俺も阪急沿線育ちやから。そうですよ、昔から阪急電車や。あ、ほんま駅員さんやん。これだって阪急電車のシートや。そんな色やったっけ、阪急電車。シート緑ちゃうかったの。うわぁ、小豆色でシート緑ちゃう。あ、ほんまや、緑や。あとで殴られる。首絞めた。どう、なんか駅員さん、駅員さんって言われたの。いやいや、それでしか見えない。そんなことないっすね。でもそれはそれでいいね。あ、全然いいよ、うん、ちょっとそっちの方が。そうそうそう、それで例えられる方がいいから。これ、いや、いや、いいですね。白で2人一緒の方が、うん、絶対ある、これ。どこ、何線やろ、ほんまに。この、あんねん、この高級路線やろ、これ。何線やろ、めちゃくちゃ見たことある。ええやん。どう、いや、いいと思います。あと、まあ、あの、え、まあ、出てしまった、すみません。あ、タメが使った。はい、出てしまった。あ、あとでじゃあちょっと俺レンタルルーム用意しようか。説教させてもらって。できればでいいんで、あのタメ口やめてくれる。できればでいいです。ここからの付き合いが上下関係が崩れ。俺らは行ってきた足向いて、その下にガリクソン。そのね、ベルトとか入って、ベルト靴また履いたら全然、うん、変わるやろな、うん、
じゃあ、いいと思いますけどね。よっしゃ、はい、これにじゃあ決定でいい。はい、決定しました。ニュースーツ、これが、ちゃんと革靴配達を見た方はぜひ、劇場の方にお越しやす。はい、お越しやすやす。